エディンソン・ボルケス、エディンソン・ボルケス、エディンソン・ウォルケス、1983年7月3日イは、ドミニカ共和国バラオーナ州出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、MLB テキサス・レンジャーズ参加所属。10月29日にテキサス・レンジャーズと契約を結んだ、8月30日のシカゴ・ホワイトソックス戦で、メジャーデビューを果たした。 6試合に登板して0勝4敗、防御率14.21の成績で、メジャー1年目を終えた。シーズン2回目の登板となった7月12日に、メジャー初勝利を挙げたが、その後は5連敗でシーズンを終えた。は、請球難が深刻なためマイナーでメカニックスを改造し、チェンジアップのキレが良くなった。マイナーで14勝6敗、防御率3.67を記録し、 9月にメジャー昇格を果たした。6試合に登板し2勝1敗、防御率4.50の成績を残し、シーズン終了後には、レンジャーズ参加の最優秀マイナー投手に選出された。2007年12月21日に、ジョシュ・ハミルトンとのトレードで、ともに、アーロン・ハラング、ブロンソン・アローヨに続く先発ローテーションを必要と、するシ、新シナ・キレッツへ移籍した。 レッツでは、マリオ外に、ボルケスト・ジョニー・クエトの、教育係に依頼。外は、ボルケスト・クエトに対し、当番の際に違反すれば、罰金250ドルのルールを10項目以上課した。の、スプリングトレーニングで20イニングを投げ、脱三振26に対し、ヨシ9は4と高騰し、先発入りを果たし、4月5月と2ヶ月連続で、防御率1点台を記録した。 7月以降は、月間防御率が4点台で推移したが、オールスター初選出を果たし、17勝、防御率3.21206奪三振で、チーム投手3冠を達成。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは、開幕投手を務めた。しかし、6月1日以降当番がなく、 8月3日にトミー・ジョン手術を受けた。復帰はの7月から8月頃の復帰が見込まれていた。2010年4月20日、競技力向上に効果がある禁止薬物に陽性反応を示したため、21日から50試合の出場停止処分となった。12月17日にマットレートストの1対4のトレードでヨンダー、アロンソ、ヤズマニグランダル。 ブラッドボックスバーガーと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。は、32試合に登板して11勝11敗、防御率4.14だった。開幕前の3月に開催された第3回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、自身2度目の開幕投手を務めた。しかし、 27試合に登板して9勝10敗、防御率6.01と不本意な成績で8月27日にリーフとなった。2013年8月30日にロサンゼルスドジャースと契約した。ドジャースでは6試合に登板して0勝2敗、防御率4.18だった。オフの10月31日に FA となった。年月日に ピッツバーグパイレーツと500万ドルの1年契約を結んだ。は32試合に登板し、13勝7敗、防御率3.04だった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月29日にカンザスシティロイヤルズと総額2000万ドルの2年契約、2017年に1000万ドルのミューチュアルオプション付きを結んだ。 4月23日のホワイトソックス戦で乱闘を起こし、退場処分を受けた。26日に5試合の出場停止処分を課された。ロイヤルズ加入1年目となる同年は、自身初となる200.0イニングを突破し、2年連続で13勝、9敗を挙げた。防御率も3.00台をキープし、チームのプレイオフ進出とワールドシリーズ制覇に貢献した。 は34試合に先発登板し、3年連続に、桁勝利となる受賞を挙げたが、11敗を喫して、わずかに負け越し、リーグワーストの113次席点で、防御率5.37に終わるなど、投球内容自体は、いまいちだった。オフの11月4日に、FA となった。二千十六年十二月一日に、マイアミマーリンズと二年二千二百万ドルで契約を、 結んだ。開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。シーズンでは開幕7連敗を喫するスタートとなったが、6月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で98球での自身初のノーヒットノーランを達成した。この日は東京で ロイヤルズ時代のチームメイトでシーズン開幕前に要請したヨーダノ・ベンチュラの誕生日で試合前と試合後に彼と一緒に写った写真を投稿した。しかしその後右肘いち人体損傷により二度目のトミー・ジョン手術を受けることとなりシーズン終了となった。12月13日に自由契約となったが残契約2018年の年俸1300万ドルの支払いームマーリンズにあり、 トミー・ジョン手術からのリハビリが終われば再契約する意思はあると伝えられている。2月16日にレンジャーズと2年間のマイナー契約を結んだ1年間は前述の手術のリハビリ期間に充てる予定。最速急速 98.4mph、約時速 158km、平均 93mph、約時速 150km の2種類の速球。 シンカー4ームを中心に、平均 83mph、約時速 134km のチェンジアップ、平均 80mph、約時速 129km のナックルカーブの軽4球種を持ち玉とする。2012年まで速球は4シーム主体だったが、2013年からシンカー主体に転身。また、 2014年途中から普通のカーブから、ナックルカーブに変更している。チェンジアップは、ペドロ・マルティネスと比較されるほどの精度を誇っている。2012年以前の予視休率は5点台前後と、請求難が課題であったが、2014年以降は3点台前半となり、以前よりは大幅に前された。2015年のワールドシリーズ初戦に、先発登板したが、試合直前に、 父親のダニエル氏を心臓病の合併症により63歳で亡くしている。不法を受けたネットヨスト監督はボルケスには知らせず、ボルケスはそのまま先発し、6イニングを6安打3失点に抑えた。勝敗はつかなかったがチームは勝利した交代を告げられたボルケスはヨスト監督から父親の死去を告げられると試合中にチームを離れ、 ドミニカ共和国に戻って葬儀に参列した。ロイヤルズの大手で迎えたシリーズ第5戦を前に、ボルケスがチームに合流。先発登板すると、6イニングを2アンダに失点と高騰し、チームは30年ぶりに世界一となった。1月に、故郷、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴにある利用店で、ボルケスの兄弟であるブランディ氏が刺されるという事件が起きた。ブランディ氏は、 その後死亡が確認され、ボルケスは1年半のうちに2人も肉親を失うことになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。